はい、どうもフロントです。私はまた、日本橋に来てます。はい。私が日本橋に来てるということはですね、まあいつものチャレンジとはちょっと違いまして、松坂まで行ってですね、松坂牛の牛丼を食べよう。そういった企画を、ちょっと考えております。はい。今回縛りは、まあこう日本橋からですね、松坂まで340キロぐらいあるわけですけども、まあおそらく給油は1回、給油1回でですね、松坂まで、給油1回でですね、松坂まで行けたら行ってみようかと、牛丼が食べれると、そういうですね、ことでやってみようかと思っております。ちょっとね、まだね、時間が早いもんで、日本橋すごい人がいっぱい、ちょっと恥ずかしいな。はい。というわけで、チャレンジしてみたいと思います。はい。はい、松坂市までですね、違った436キロ。思ったより結構あんな。はい。はい、ここはいつもの、いつもじゃねえか。この、ちょっとさすがにこのままの寒いんで。上着は着よう。はい。ではね、今回も、まあ、安全運転で行きたいと思いますし、狙ってる燃費としましては、リッター26キロ。うん、26キロ超えればですね、よしとしましょう。ここで首都高へ入れと。はい、本町の首都高入り口入りました。まあ首都高は普通はこんなんだよね。あんまりその空いてる首都高ってそうそう見たことないんで、まあ、このぐらい流れてれば上出来でしょう。はい、ルートはですね、日本橋から、すぐのですね本町かな、本町の、ランプから、入場しまして、東名高速を目指していこうと思っております。ですので、あそこ、3号だね、渋谷線に乗り換えるわけなんですけども、どうだろうね、やっぱあそこをもともと混むから、もう今から渋滞してる可能性はあるよね。一の橋はこの先だね。はい、ここが一番、東京タワーが近いところですね。こんな感じで綺麗に見えてます。はい、よそ見しているようで見えてますけど、一応はい、道路の方を見てますね。GoPro ってこういうことができるから便利ですよね。うわ、西新宿から調布まで、これは工事渋滞65分。うわ、9キロ65分、これはたまらんわな。渋滞はもうね、動画回していても見る人もたまんないと思ってるんで、普段はね動画切っちゃうんですけど、ちょっとこれ首都高なんで手を離すこの切るタイミングがないなと思って。あ、音声コマンドで切りゃいいんだな。一応ね GoPro は音声コマンドというのがありまして、ここで GoPro って何とかって言いまして、その後にですね
メッセージを入れると、ビデオが開始したり停止したり電源がオフになったりとかいうことができるので便利なんですが、時々間違えるんですよね。であんまりちょっとこのコマンド言うとここで止まっちゃうから一旦やめましょう。はい、今は動画撮れてます、大丈夫です。長距離ツーリングにね、私が出かけるっていう時はもう なんていうかな、やっぱ東名高速なり、まあ、中央高速なりをですね、乗ってその高速に入ると、あ、ようやくそのツーリングが始まったなっていう気になってくるわけなんですが、今現在走っているのは、東名高速にはつながっていますけど首都高速なんですよね。で首都高速って何か遠くへ出かけるときに使う記憶があまりないので、なんかすごいね、スカ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 っていうと何だか、あの、気分的になんかね物足んない感じがするんですよ。だからいつもはその緑の看板を見てね、東名とかね、東名高速とか中央高速とか、関越道、そういう看板を見るとよし行くぞっていう気になるわけなんですが、あの同じ緑の看板でもですね、首都高の、看板はね全然なんかあのワクワク感がないんですよねわ、これっていいことなのか悪いことなのか。で今、はい、東名高速をね、環八から乗るところの用賀入口、そちらを今通過したわけなんですけども、それもねなんかね、なんか物足んないというか、よいしょ、うん、なんかまだなんか出かけるっていう気になってないんですよねなんだろう、え、東名の ETC でこんなに渋滞することあんだ。渋滞ってほどでもないけど、なんだ、おまわりさんがいいのか、なんか取り調べてるんだな。すごいな、検問取り締まり中って書いてあったな。何を取り締まってたんだ。化石祭でもなさそうだが、はい、やっと用賀料金所、東京料金所、そちらを過ぎてですね、ようやく、なんか東名高速乗ったぞというような、時間が湧いております。はい、今回はですね松坂へですね、松坂牛の牛丼を食べに行く、そういうですね、ツーリングを計画しております。まあもちろん、松坂牛だからね安くはないと思うんですけど、でも牛丼ならな、まあまあまあ少し安くあるんではないかなというふうに思ってます。まあ東京でもね、ね、あの某丸屋さんとか、某丸々屋さんですとかなんかみんな矢がつく、まあ、そういうですね、牛丼のお店というのはいっぱいありますし、まあ、そういう牛丼も当然のことだから美味しいですよね。で最近なんかね牛丼食べてないなっていうふうに思って、牛丼屋さんの看板見てね、おこれはと思ったんですけど、頭に浮かんだのはもう松坂牛だったんです。何を贅沢なこと言ってんだかと。ただですね、そう、松坂牛のですね牛丼って昔伊勢に行った時に食べたことあるんですよ。でそれがやっぱりですねうまかった、その記憶がありまして、とりあえずまあ5時間かけてですね、松坂行って牛丼食べて帰ってくるというですねツーリングをしたいなと
いわゆる弾丸ツーリングです、はい、やっと出てきました弾丸ツーリング、これをですね、実施しているところです。はい、はい、大井松田インターですね、通過します。おっと流れが少し悪くなったかな。もうなんか右ルートすごく久しぶりに使う。いつもね、なんか工事で通行止めだったりとかね、あとはなんだ、あのトラックの流れでなかなか右に寄れなくて、こっちに入れず左ルートを通ってしまうとか、そんなことが結構あったんで、あ、でも路面綺麗になってますね。はい、ここはですね、愛知県、刈谷サービスエリアまで、来ました。とりあえず一旦ここで休憩しようかと思ってます。そしてね、燃費がですね、過去最高ですね、29.4キロ。なんだ、航続距離の方もあと120キロ残ってるということなので、これ440キロ。ギリすぎるな。でもギリなんとか、松坂まで行けそうな距離ではあるんですけども、まあ、ここをね、ガソリンスタンドがあるんで、そこで給油して、最後の休憩としましょうか。よいしょ。さて、残りが105キロ。1時間17分ということなので、ガソリンを給油してから行きたいと思います。では行きましょう。はい、いっぱいおりますね、日本の物流を支える車中泊のプロ。まあ車中泊してるわけじゃないんでしょうけど、でもまあこれでね、生計を立ててるわけですから、車中泊のプロですよね。お、嘘、ガソリンスタンドやってね。24時間じゃないんだね。残り117キロ。果たして、次の給油ポイントまで行けるんでしょうか。やば、想定外でしたね、こりゃ。ああ、岡崎で入れときゃよかったな。こうなるともう超燃費走行で走っていくしかないですね。まあただですらね、今超高燃費、燃費はもう抜群にいい状態なんですから、
これをちょっとでも落とすようなことをすればですね、当然のことながらガス欠ということが起こりうるわけですけども、巡航速度が低くてですね、燃費走行ができたというのもまあ功を奏しているんですが、まさかの刈谷サービスエリアに、ガソリンスタンドが空いてなかったというのはちょっと私の、調査不足ですね。いやー、もうリザーブタンクメッセージ出てきちゃったよ。はい、飛島ジャンクションを通過しました。いやー、ちょっとブレーキをかけさせないでほしいな。真っ暗な長島スパーランドの脇を今と通過したわけですけども、やっぱ真っ暗だと何も見えなくてつまんないね。四日市ジャンクション到着しました。これをですね、青いラインの、従って走りましょうということです。そして名古屋伊勢と書いておりますが、伊勢へ向かいます。はい、御在所のサービスエリア入ります。あり？給油はこっち？ガソリンスタンド、やーい、どこですか？あった、よかった。セルフなんだ。5リッターで975円。195円かよ。うわー、ほぼ200円だね、ハイオーク。はい、間もなく巣の出口で、400メートルというところなので、もうすぐですね。とりあえずこの2インターで降ります。はい、5250円です。これは深夜割引を使ってのこの値段ですので。はい、松坂市入りました。はい、ようやくここでですね、松坂牛の牛丼を食べる、そういったことができるんではないかと思っております。ただ現在時刻、1時25分、まだお店が開くには ずいぶんですね早いんで、これからですね、三重県にあります私の自宅へですね、寄って、仮眠を取ろうかなと思います。はい、三重の実家に到着しました。もうみんなほぼ実家言ってるよね。本当に。よいしょ。じゃあまあ、ひとまず、仮眠を取って明日の下調べでもしますか。
はい、来ました。これこれが食べたかったんですよ。松阪牛の牛丼、いただきます。色が全然違う。いただき、うわ、ちっちゃいの、ちっちゃいの、これいこう、ちっちゃいの、いただきます。ジューシー、あーすごい、あーうまい。これも大きいけど、やっとここまで来て食べに来た甲斐があった。うまいです。このねネギがすごい甘い。わあ、もうこれね、ほんと430キロ、うん、430キロ近くかけて食べに来た甲斐があります。うまい。